俺はエイジ、高校生。見た目は普通、性格はのんびり屋。自分から率先して友達を作るタイプではないが、俺には友達がいる。名は春樹。真面目で勉強が得意ないいやつだ。エイジはいつも何も考えてなさそうな顔をしてるな。うん、何も考えてないからな。クラスの可愛いギャルを見ても何も思わないのか？あれ？ない。なんだ？私の財布、ないんだけど。どうした、ミラン？あ、サトシ、カバンにしまったはずの財布がなくなっちゃって。マジかよ、落としたとか？私、朝ミランがカバンに入れるの見たよ。だよね。落としたわけじゃないのか。なら、誰かが取ったってことか？おい、取ったやつ、いるなら出てこいよ。サトシくん、なんでそんなに緊張してるの？まさか、サトシくんが取ったの？なんでいきなり俺を犯人扱いするんだよ。しないって。嘘、ついてるよね。はあ？なんで俺が嘘ついてるって葵がわかるんだよ。サトシが取ったってこと？なんでサトシが取ったと思うの？それは。あ、葵が財布取ったんだろ。だから俺を犯人にしようとしてるんだ。違う、そんなこと私はしない。これ葵のカバンだな。なんでよ、触らないで。おいおい、これは一体なんだよ。あ、それ私の財布。中身はあるか？あるみたいだけど。マジかよ、葵さんそんなことする人に見えないのに。そうだね。その次の日から葵さんは学校に来なくなってしまった。ねえ、宿題のプリントを葵さんに届けてもらえない？あなた同じ中学出身よね。わかりました、届けます。ありがとう。葵さんとは同じ中学だし、家もそんなに遠くないけど、家に行くのは初めてだな。今まであまり接点がなかったから。葵さんは中学の時からギャルだった。1年の頃は明るくて年中楽しそうなギャルだったが、2年の頃から無表情でクールなギャルになった。その大人っぽさは今も変わらず、クラスのギャルの中でもお姉さん的存在だったはず。ポストにプリントを入れておくか。でもそれなら一言メッセージでも添えた方がいいよな。大丈夫ですか？先生にプリントを頼まれたので入れておきます。エイジ。これでいっか。翌朝、俺が学校に行く前に自分の家のポストを見ると、昨日葵さんの家のポストに入れたプリントが入っていた。もう全部解いたのか。てか俺に届けさせる気満々。ピエン。あ、返事が書いてある。先生に渡す前に全部消しとかなきゃな。それからしばらくして、俺はまた先生に葵さんに宿題のプリントを届けるよう頼まれ、葵さんの家に来た。今日も出ない。いるはずなんだけどな。どうしてサトシが犯人だと思ったんですか？よかったら教えてください。エイジ。これでよしっと。翌朝、自分の家のポストを見ると、ちゃんとプリントが解いてあった。そして、返事が来た。私、嘘ついてる人がわかるんだ。嘘？なあ、春樹。人の嘘を 100% 見抜けるってことあると思う。エスパーみたいな話じゃなくて。世の中には共感性がずば抜けて高い人がいるらしい。人の怒りも悲しみも自分のことのように伝わるという。そういう人ならありえるかもな。なるほど。じゃあ相手が嘘をついてたら自分も嘘をついているような気分になるってこと？嘘をついている緊張感とか不安感、変な高揚感とかが伝わってくるかも。そっか。そんなに人の気持ちが分かったら便利というより大変そうだな。今日はプリントはないのになんとなく来てしまったけど、やっぱり出てこないか。よかったら上がって。そういえばエイジ君もサトシが犯人だって思ったんだよね。なんで？サトシが葵さんのカバンから財布を出した時にすぐにミランさんのだって分かったのが変だと思って、きっと隠し持ってた財布を中から取り出したように見せたんじゃないかな。ねえ、そう思ったならあの時に言ってくれればよくない？いやでもサトシがミランさんの財布の外見を知っていた可能性もあったから。いや知らないと思う。てかお揃いって可能性もあるのに、あれは判断早すぎ。あと聞きたかったんだけど、人の嘘がわかるって大変？まあ大変かな。嘘をつかれてるって分かったってそれを指摘するのは難しいよね。なんで分かるのかなかなか分かってもらえないもん。私ね、昔から人の気持ちが分かりすぎてよく自分の気持ちが辛くなってた。それで病院に行ってみたことがあって、共感性が高いせいかもしれないって言われたの。人の嘘を見抜けるのもこの性質のせいらしいよ。エイジ君はよく信じたね。俺はそんなに共感性が高い人間じゃないけど、葵さんがそういうことで嘘をつかないのはなんとなくわかるかな。やっぱ疲れる？そこは工夫してる。つい相手のテンションに同調しちゃうんだけど、相手の感情に合わせて行動してると疲れちゃうから、基本的にクールでいようと心がけてる。それで中学2年の時に葵さん変わったのか。すごいね。自分を分かっててコントロールできて。別にすごくないって。私はいつもマイペースで穏やかなエイジ君の方がすごいと思うけど。葵さんってつまり相手の感情に同調しちゃうんだよね。ってことは何も考えてない俺といれば何も考えないでぼーっとできちゃうのかな。エイジ君と？俺と一緒にいるとどんな気持ち？どんな気持ちって別に普通だよ。なんで照れてるんだ？俺別に恥ずかしくないのに。翌日俺は学校でミランさんに話しかけた。ミランさん、財布を取ったの葵さんじゃないと思う。サトシが葵さんのカバンを見てすぐにミランさんの財布だと分かったのが気になってる。俺だったら財布を見ただけじゃそれが葵さんの財布じゃないなんて分からないから。確かに。じゃあやっぱりサトシが？おい、また俺を犯人扱いするのか？ねえ、財布見せてくれる？いいけど。ああ、やっぱりだ。サトシがこの財布の匂いを嗅いだり舐めたりしてたのを見た。あの時はミランさんの財布だと思わなかったけど。はあ？してねえよそんなこと。ああ、頬ずりしてただけだっけ。普通に見てただけだろ。普通に見てた？やっぱりミランさんの財布を持ってたことに間違いないよね。あ、違う、そのふざけんじゃないわよ。葵が犯人だと思ってひどいこと言っちゃったじゃない。私の財布で何してたのよ。100円玉を俺のと交換しただけです。は？なんで？ミランが触った100円玉が欲しくて。ならなんで葵を犯人にしたのよ。財布を戻すタイミングが見つからず、ずっと持ってたもので葵のカバンから出したふりをすれば俺のしたことがバレないかと。全部まとめてきっしょこのゲド。でも葵はなんでサトシが犯人だと思ったのかな。葵さんはすごく人の気持ちがわかる人だから、サトシのよこしまな気持ちに気づいたんじゃないかな。そっか、そうだよね。葵は人の気持ちがわかるすごい優しい子なの。なのに私なんてひどいことしちゃったんだろう。ミラン、謝りに行こうみんなで。エイジ、カマーかけただろ。しかしあんなので簡単に墓穴を掘るとはな。あんなの言うな。その次の日、葵さんが学校に来て俺を捕まえて屋上に引っ張っていった。ちょっと来な。何？昨日ミランたちが謝りに来てくれた。エイジ君が犯人を突き止めてくれたって。ああ、まあわざわざ嘘ついたんじゃない？別な証拠ができるように。私が人の嘘を見抜けるって言ってもみんな信じないだろうから。信じないから俺が目撃したって嘘をついたんじゃないよ。ただいつだって見えるものより見えないものの方が多い。気づいていることより気づいていないことの方が多い。だから間違っていても真実味があって分かりやすいものに人は飛びつくんだ。やば、平次君何も考えてなくないじゃん。え、そう、割と何も考えてないけど。でもそういうとこ好きだな。え、ありがとう。ダメだ、全然伝わってない。こうしてサトシはクラスで肩身の狭い思いをするようになった。もうイケメンともてはやされた時代には戻れないだろう。ところで俺は葵さんからちょこちょこお菓子や飲み物の差し入れをもらうようになった。それが俺の好きなものばかりなのでかなり嬉しいです。これレイジ君が好きそうなの見つけたからあげる。ありがとう。鈍いやつ。漫画エンジェル猫化チャンネル登録よろしくね。